やどうも YouTube じゃんと今日は熊坂ですが フリジアンスケールこれをやってみようと思うんですが勉強してます。まだちょっとよくわからないけどもこのフリジアンスケールは意外と私しっくりきます。なんでだろう、あれかな、なんかよくわからないままにあれとかやってたからかな、ユダヤ音楽みたいな、あれなんて言ったっけ、ユダヤの音楽なんて言ったっけ、忘れちゃった、11週ミュージックみたいなやつ、うん、なんて言ったっけ忘れちゃった。まあいいや。そういうのやってたからかな。なんか意外としっくりきたな。ちょっとまあ、とにかくどんなのかを、フリジアンスケールってどんなのっていうのをやってみよう。いくよ。まず C でしょ ?C。次が、いきなり、半音下がって、いきなり半音下がってて、D のフラット。うん、次が E フラット。で、F で、で、G。で、A フラット。で、B フラット。で、C。という階段。というのが、フリジアンスケール。これがフリジアンスケールらしいの。ね。これじゃあまあちょっと弓で弾いてみるよ。すごいしっくりくる。これ何って言ったら、エオリアンスケールってあったじゃん。エオリアンスケールはどうだったかというと、なんとも哀愁のあるやつだったけど、このエオリアンスケールの2度の音、この D の音が半音下がるだけで、こういう風になるわけだ。ね。で、ほら、ずっとやってきたじゃん。イオニアンやって、次あのエオリアンやって、ドリアンやってきたじゃん。で、それぞれにさ、例えば C のエオリアンスケールだったらば、で、こういう風に、なんていうの、ほら、C のエオリアンスケールだったら、E フラットでなんか解決した感じがするっていう。明るい感じで終わるっていう。終わった感じがするっていう。ドリアンスケールだったら、ドリアンスケールだったら、B フラットで終わった感じがするっていう。B フラットで明るい感じで解決した感じがするって言ってたじゃん。で、となると、フリジアンスケールにも何かそういうのがありそうじゃん。ありそうでしょ。これが、ほら A フラットで終わるとなんかその、なんて言えばいいのかな、終わって明るくなって終わった感じがするっていうのが、ほら、今のも半音入れちゃったけど。A フラットで終わった感じがするっていう、これが C のフリジアンスケール。これがエオリアンスケールじゃねえよ。フリジアンスケールね、フリジアンスケールがこういうスケールだったって。これでね、だから俺結構しっくりきてるんで、これでドレミの歌やっても俺結構意外としっくりくるんだ、俺にはね。ちょっとやってみよう、ドレミの歌。なんていう感じで、なんかすごいとても俺にはしっくりくるわけ。
ってんのかって俺ちょっと思っちゃった。C のフリジアンスケールっていうのは、まあ、結局 A フラットのイオニアンスケールと同じ音を使ってるんだが、なるほどねと思った。だからなんていうのは結構この C のイオニアンスケール使うといいってことなんじゃないの。なんかこういうのあるじゃん、あるじゃん。そういうのをこれ使えばいいんじゃないの。そういうこと？あ、D 使っちゃダメなんだ。全然まだまだだろ。ミクソリディアン、それでエオリアンやったからあと6リアンが残ってるけど、この3つともどれもがその何かのイオリアンスケールと同じ音を使ってるスケールなんですよっていうことなんだ。はあ、なるほどね。ということは、一番初めにやったじゃない、すべてのキーで、C から D フラット D、E フラット E、F、G フラット G、A フラット AB フラット B で全部でドレミファソラシドってそのイオニアンスケールを弾けるようになっていたとしたら、全てのキーの全てのスケールがそのどれかに当てはまりますよっていう話なんだって。だからそこのなんかその組み合わせがパチンと早く分かるようにするっていう訓練なのかな、これ。そういうことなのかな。例えば今 C のフリジアンスケールやったでしょ。じゃあ D のフリジアンスケールは何って言ったら、こういうことだよ。だから、こういうことだね。ちょっともうちょっと頑張ってみる。とにかく今日はフリジアンスケールっていうのが意外と俺にはしっくりくるってことが分かった。これが結構な収穫ですね。ああ、なるほどね。というわけで今日はフリジアンスケールをやりました。ということでフリジアンスケールこんな感じ、エキゾチック。じゃあ次回はリディアンか。リディアン、次はなんだ。リディアンか。リディアンはこうなって、こうなって、こうなって、こうなるってこと？違うか？なるってことか。あ、不思議。まあいいや。今度じゃあリディアンってことをやりますね。リディアンやりますんで。頑張ろう。なんだかわかんないけど。とにかく頭を使いそうだってことはわかった。よし。じゃあ頑張るぞ。押す。いっか。ではまた。